皆さんこんにちは、高橋貴子です。こちらの講座の方では教室集客に役に立つ料理の盛り付け本のご紹介をしていきたいと思います。ですね、教室集客と料理の盛り付けってどうなのっていうお話があると思うんですけれども、写真の撮り方を学ぶと、だいたい綺麗に撮るっていう一つの技術の中に露出補正だったりとかカラーの色をどう変えていくっていう話は必ず出てきます。でそこの中の一端としてスタイリングが出てくる。でスタイリングをするときにはやはり盛り付けとかもですね、どうしても外せない時が多くなってきますし、同じような材料を使っていても盛り付けが綺麗だとそれだけで画面が華やかになって美味しそうとか習ってみたいっていう気持ちになるようなケースとかがあります。ですので盛り付けっていうのも一つ大事な要素と考えておりまして、私の方でも盛り付けの本をいろいろと持っている、そちらの参考になりそうな本をこちらの方でご紹介していきたいと思いますので、何かピンとくるものがあったらご参考にしていただければと思います。